古橋家は、三河国北下良郡島橋村で、江戸中期より代々酒造業を行い、名主を務めた家柄である。古橋海古館初代、古橋義次は、父源元次郎と共に、中津川用水に力を尽力し、また、美濃国名郡、那須川村の廃村復興にも努めた。その後秋葉神社三景の途中、わらじを抜いたのが起源となって、三河国北下良郡島、 橋村の友人、松浦木平、菅井牛衛門と三人の共同事業として、聖酒醸造の業をはじめ、三年後の教法二年に稲橋村に本拠を移し、七行も合わせて営み、三河古橋家を起こすに至った。吉次は、三河古橋家の初代の祖となり、ここで、源の六郎を名乗り、この源の六郎が通称で代々家徳を相続する際に襲名した。 中でも、古橋明川は、古橋家六大中高の祖と呼ばれ、19歳で家督を、続いて、家政を再建した。名主を継ぎ、天保の大基金には、借金借り前をして、貴民を救済した。文久三年、国学の平田厚田根門に入門、訪れる金納の志士らを援助し、その一人、佐藤清美は、後に明川が、明治五年に設立した、京学。 赤月風港の校長になっていた。維新後、三河県庁、稲県庁に出資したが、明治5年に退職して、既存、伊碁村の食産工業に尽力し、林業をはじめ茶、養蚕、タバコなどの事業に取り組み、明治11年には、近隣の農民有志と農団会を結成し、明治16年には、館有林の払い下げを受けて、植樹を呼びかけ、二宮尊徳の起こした。 王徳司法を導入して稲橋村の経済の基礎を確立した。七代、古橋義真は父、明顔の教えを貸し込み、その生涯を、官業、教育に尽くした。北下良郡長となり、その後東下も郡長に転任、また、北下良郡長を兼任したが、明治二十年に両郡長を辞めて、後にもっぱら公共のことに志し、その的を、橋村武施設村、 組合村の村長の職にあったが、実地の成果も大いに上がった。六代明長を七代吉根、八代同期の三代が一貫した思想を持って収集した書が、その中心となした吉根の五十年祭に際し、昭和三十三年に古橋開古館を建設展示し、昭和四十六年に一般公開して開館した。初代古橋吉次二代。 古橋京中三代、古橋義博四代,代、古橋義陳五代、古橋義則六代、古橋明香を代、古橋義金八代、古橋道期九代、古橋玄六郎。ありがとうございます。